サウジ選抜 VS マンチェスターシティ親善試合が開催される模様。リアガの今季のスターであるサウジリーグの外国人がマンチェスターシティと集結する親善試合が開催される。クリスティアーノ・ロナウドが扉を開き、成功が続いた。シティ VS サウジ選抜の親善試合ってマジ？わらわら。シティ対サウジ選抜は笑いが止まらんよ。サウジ選抜エグ。プレミアリーグ同窓会で草。シティ VS サウジ選抜とか普通に面白そう。サウジ選抜なのにサウジアラビア人が一人もいないのほんと草なんだ。マンチェスターシーとサウジオールスターで親善試合やるのか、普通にサウジが勝ってもおかしくないなわら、てかサウジ人一人もいないのくさ。サウジアラビアがヨーロッパに乗っ取られる説。サウジサッカー協会、面白ければ良いんです。普通に面白いエンタメ提供してくれるじゃないかサウジ。何これゲームかよ。こういうのできるのが強みだよな。リーグが一枚岩すぎる、面白そう。ロナウドとベンゼマの2トップ見れたら熱すぎる。クリスティアーノ、ベンゼマ、ネイマールとかいつぞやのペレスジジイの夢がサウジオールスターで実現しててくさ。サウジ選抜でロナウド、ネイマール、ベンゼマの3トップ。クリロナとベンゼマの2トップに、トップしたネイマール、普通にサウジ選抜勝ちそう。3年前のベストイレブンと言われてもギリ信じれる。このバックラインでシティ相手に守れるわけないよな。テレスで全部崩壊するのくさ。テレス絶対緊張してるやろ。サウジオールスター VS シティとかオイルまみれで気持ち悪そう。サウジオールスターとシティが対戦するの？中東ダービーじゃん。どっちも ACL へどうぞ。オールスターが一瞬オイルスターに見えた。これが噂のオイルダービー。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。